When you wish upon a star makes no difference who you are7 月7日は七夕の日。Hey guys, it's Yumi。皆さんこんにちは。イングリッシュブートキャンプの Yumi です。7月7日は七夕の日ということでですね。 今回は星とか天体とかね、空に関する英語をですね、取り上げていこうかなと思っております。本題に行く前に私のプロフィールこんな感じになっております。英語の発音コーチをですね、もう30年ぐらいやっております。発音本ね、出しております。寝転んで学べる英語発音の本ですね。こちらは好評発売中です。それからですね、この本以外にもですね、e-learning のコースをね、いろいろとやっております。オンラインインして、 動画視聴講座というのもありますし、私が直接コーチングするコースもありますし、私がプロデュースしたコーチングのプログラムといったものもあります。いろいろありますけれども、もろもろ下の概要欄にね、載せておりますので、興味のある方はぜひぜひチェックしてみてくださいね。LINE 登録してね。無料動画も配布中です。詳しくは下の概要欄からどうぞ。ではですね、本題ですけれども、 あ7月7日のこの七夕ですけれどもね、私が子供の頃は結構ね、七夕って大きなイベントだったんですけど、今ってどうなんでしょうね。今はもう、あの、笹の葉をあの川に流したりとかね、しちゃダメですよね。昔は普通にね、流してたんですけどね。で、この七夕ですけれども、英語ではね、七夕フェスティバルというふうに、七夕をそのまま言う場合もありますし、あとは、あの、もうそのまま、スターフェスティバル、星の祭り。 スターフェスティバルということもあります。まあ、ひ星と織姫ですかね。お天の川ですよねで。どんな話だったかなってもうね、もう七夕のお話をね、すっかり忘れてるんですが、まあ、織姫と彦星ですねで。織姫と彦星は英語ではベイガそれからアルテア e a と言います。ベガ星とアルタイル製ですよね。なので、そのまんまですけれども、まあ、英語の発音がやっぱりね、日本語のカタカナとちょっと若干違うので注意してください。ベイガそれからアルテア というふうに言いますね。で、天の川ですよね。天の川でいいんですか天の川口にすることのない単語なのでど、どれが正しいアクセントなのかもちょっとわかんなくなってますけれども、英語では milky way という,うに言います。milky ですね。で、way と milky と way が ミルキーってなんかありましたね。アメちゃんがね。あ、関係ないですね。ごめんなさいね。<laughs> ミルキーはママの味とかね、ありましたよね。今ちょっとふと思い出しました。まあ、それは置いといて。えー、ミルキー、ウェイ。この二つの単語がくっついて一つになるときは、一個目がね、ストレスが乗るんですね。一個目が高いので、ミルキーウェイって下がってください。ミルキーウェイにならないように。ミルキーウェイ、ミルキーウェイ下がってくださいね。 七夕の内容がね、どんな内容だったかいまいち思い出せないんですけど、まあ、それは置いといて、お星様関連のね単語をね、今日はたくさん紹介しますね。でまずはえ、地球はもう皆さんご存知のこの The Earth ですね。Earth、この、うーって音がね、難しいんです。口は、アヒルの口を作ってください。あにならないように。アヒル口です。口は前に出るイメージ。この口です。で、喉閉めて、R の音を出しましょう。うーです。 Earth ですね。で最後、th なので、下を戻してきてください。earth, earth ですね。で、えー、地球は一つしかないので、t がつきます。the earth, the earth ですね。同じく、太陽も一つしかないので、t がついて、the sun, the sun ですね。で、お月様、お月様も一つしかないので、the moon, The moon だがつきますね地球は惑星ですよね。なので、planet ですね。planet。この、えー,ーの音気をつけてください。planet、ね、にならないように、このべシャっとしたえーの音ですね。あごがちょっと下がるイメージです。planet。planet ですね。昔ね、planet of the apes っていうね、猿の惑星っていうね映画があったんですけれどもね。 えー、私は子供の頃ですね。なんかリメイクもあったような気がしますね。結構最近ね。Planet ですね。それから、あ衛星。お月様って衛星ですよね。確かね。衛星は Satellite です、ねえー。発音難しいです。最初のこの Air。でしゃっとした Air です。Planet と同じ Air なので、Sad, Sad です。で次の T は軽く d ぐらい。Sad, Sad, Sad. sad. で、light、l イ g h はしっかり下を前に出しましょう。light, l satellite, satellite ですね。で、衛星、惑星、このあたりはまあ、皆さんもう知ってるかなと思うんですけれども、あとは、水星っていうのもありますよね。ハレー水星とかねえ。水っていう文字、文字がね、漢字が難しいんですよね。<laughs> ねえこれは、英語はね、カメとって言います。昔、コメットさんっていうね、あの、ドラマがあったんですよ。 ココネユミコさんっていう方がやってたんですけどね。私がちっちゃい時は。で、その後に大場久美子さんのリメイク版っていうのが出ました。どっちもね、リアルタイムで見てたと思います。年がバレますけど。ね、コメットじゃないです。カめ、か、喉を縦に開ける大きなあですね。あです。カーです。で、次はメえストレスが乗らないので、マイボインシュゅーですね。もう、意に近いかな。カメカメっていう感じです。 で、水星ときたら流れ星ですね。流れ星はミディアルというふうに言います。この t もストレス乗らないので、さっきのサテライトと同じく、で、で、ででちょっとね、d っぽい感じの音です。ミディアル、メディアルですね。またはシューティングスターとも言います。シューティングスター、シューティングスター。二つの単語が一つになるときは、一個目が高い。なので、シューティングスター。 Milky Way と同じですね。Shooting Star っていうふうに落ちていくイメージですねで。銀河ですね。銀河系。銀河は Galaxy ですね。g a a ここがエの音ですね。Galaxy。ちなみに、銀河鉄道39は Galaxy Express Three Nine ですね。これ結構言いにくいんですよ。Galaxy Express Three n i 39 <laughs>、えー、これ練習するといいと思います。 ではですね、惑星ね、一個ずつ行きましょう。水、金、地下、木、土、天、なんとか、そんな感じでしたよね。順に行きますね。まずは水星ですね。Mercury ですね。フレディ・マーキュリーのマーキュリーと同じですが、まあではなく、まあ、まさっきの地球の Earth と同じく、口は、アヒル口で、えー、喉を閉めてあるのと鳴らしましょう。まあ、Mercury、Mercury ですね。 えー、下はどこにもつかない。下先どこにもつけないでくださいね。Mercury。次は金星 Venus。ミロの Venus の Venus ですね。Venus。Venus。それから火星 Mars.R っていうふうに喉は縦に開けましょう。Mars。Mars。ですね。次は木星 Jupiter。j のところが一番強いです。ダダダンって下がっていくイメージ。Jupiter。Jupiter ですね。 次はどうサターン。サー。これ、えーって音ですね。べしゃっとした、えーの音でサタンにならないように。サターン、サタンですね。で、t はやはりフラップですね。d っぽい感じです。サターン、サタン。r っとが入ってきますね。ここ、r の音が入りますね。次ですね。uranus。uranus。レイのところにストレスですね。エイって音です。uranus。uranus ですね。 で次ですね。ネプチューン。ねにストレスが乗りますね。で、えー、お笑いのね、グループでネプチューンって言いますよね。ネプチューン。チューンって上がっていくので、日本語。そうではなくて、ネプチューン。下がってください。ねが一番強いです。ネプチューン。ネプチューンですね。で、プルートルプルー、プルー。これね、PL の音ね、P と L を同時に発音する感じ。プル,ープル,ープル,ールー、プル,ートルー、プル。プルトルー。 ですね。まあ、これだけではなくて、他にもたくさんお星,お星様はありますけれども、私はあまり星詳しくないので、まあ、こんだけ知ってればいいかなと思います。水金、地、火、木、土、天海、明、明解なんかそんなんですよね。で、えー、地球と太陽と月以外は全部大文字でこういう名詞扱いになるんですね。ザーがつかないんですよ。まあ、地球と太陽と月っていうのはまあ、地球は私たちが住んでる。 惑星ですし太陽も月様もいつも目に見えるところにある身近なものなのでなので「ザをつけてだんととかムーンって言うんだと思いますでもその冥王星とかってなんかもう知らないって感じじゃないですかなので多分「ザがつかないんだと私はそういうふうに解釈してます発音特化の英語コーチングプログラム「発音ブートキャンプ」のお知らせです 20万人の日本人英語学習者をサポートしてきたフラミンゴさんと私イングリッシュブートキャンプのユミがコラボした4ヶ月間のマンツーマンのコーチングプログラムになります。えー、無料カウンセリングをね実施しておりますので興味のある方は是非下の概要欄をチェックしてくださいね。でですねこういう天文のね学問天文学のことをアストロノミーっていうふうに言います。アストロノミー 天文をね、使いながら占う、先生術ですね。のことは、アストロロジーというふうに言います。私、時々ね、どっちがどっちかわからなくなるんですよ。どっちが先生術で、どっちが天文学だったかなって、えー、ごっちゃになる時があるんですが、似てるのでね、アストロノミーとアストロロジーです。で、えー、宇宙飛行士は、アストロノットですね。宇宙飛行士だけが最初のアストロの a アのとこにストレスが乗るんですよ。 ねえー、このエアにストレスが乗るので、ベシャっとしたエアの音です。でも、ストレスが乗らないアストロノミー、アストロロジーの最初の A は、っていうふうに、手話ですね。えー、このあたりも、ね、覚えておいてくださいね。ではですね、ついでなので、この先星術の星座ですね。これもね、ちょっとお紹介しましょう。星座はゾディアックサインとい言います。ゾディアックですね。 で、サインをつけてゾディアックサインで星座です。順に行きましょうか。まず、お羊座から行きましょう。Aries ですね。アリエスっていうふうにね、カタカナで言ったりしますが、アリエスはこれローマ字読みですね。英語は Aries。スとなります。最初の A は A です。べしゃっとした A ととですね。もう A に近いかな。Aries でもいいと思います。それから次は Taurus ですね。AU のスペディングは o ですね。大きなあです。喉縦に開けて、あです。torus, torus ですね。タウルスにならないようにしてくださいね。次です。ダウザ、ジェミナイです。ジェミニっていうふうにね、書いてたり、カタカナでしますが、最後のアイは、アイっていうふうに二重母音で発音するのが一般的です。ジェミナイ、ジェミナイ。次、カニザ、キャンサーですね。えー、癌ですね。病気の。ガンのキャンサーと同じです。 それから、しし座、リオですね。レオではなく、リオですね。い、いの音です。リオリオです。それから、乙女座、virgo、v e 喉を閉める、う、ウーの音ですね。口はアヒルですよ。ver, virgo。ちょっと発音難しいですね。最初始まりが v の音なのでね。v, v, v っていうふうに、えー、口下、唇を上の歯に軽く当てて、 この口のまま R を付け足しましょう。v i r g o Virgo ですね。次は Libra, Libra ですね。天秤座ですね。で、次はサソリ座。サソリ座の女って疑りましたけれどもね。まあ、それはさて、おき Scorpio ですね。サソリ s c o r p i o とね、えー、似てるので、これは覚えやすいですね。Core っていうふに。 OR の音が入っているのでね、口ひょっとこのようにしてください。Scorpio.Scorpio ですね。Scorpions っていうね、えー、ハードロックマンドがいますけれどもね。まあ、それも置いといて。次です。Sagittarius ですね。いて座。いて座ですね。Sagittarius.Sagittarius。ちょっと発音難しいですね。たーに向かう感じですね。ここもやっぱりべしゃっとしたえーの音です。Sagittarius。 ですね次は、ヤギ座 p r プリコーンですね。r プリコーン。これもね、なんかアイスクリームの名前みたいな感じですけれどもね。最後に、コーンとオーってオーあの音があるので、これも気をつけましょう。次は、アク r リ u ス。水がめですね。アク r リ u スっていうスポーツドリンクがありますがあ、カタカナにね、惑わされないようにしましょう。アク r リアス。ク アクアリウス。っていうここに、うわ、うわっていう W の音も入ってくるんですね。Aquarius、Aquarius ですね。最後、Pisces。ですね。これ一番発音簡単かもしれないですね。ウォーザです。Pisces。ですね。で、こういう風にですね、カタカナになっているものって、頭にね、ジェミニとかね、レオとかね、アリエスとかね、あると非常にね、引きずられやすいです。なので、 英語読みになった時に、カタカナを頭の中からローマ字読みをね、こう追い出すっていうのをやってみてくださいね。えー、いろいろね、星の名前を紹介しましたけど、い全部覚える必要ないと思います。私もね、あれこれなんだっけって時々思うので、身近なね、自分の星座とか、自分の親しい人の星座とかね、 だけ覚えてればいいんじゃないかなと思いますね。知らなくてもね、別に、星の名前知らなくて会話に困るってことはあんまりないと思うので、占い師を目指してるとかだったら別ですけれどもね。なので、まあ、そんな気にしなくていいかなと思うんですけれども、一応ね、リクエストがありましたのでね、紹介しました。星占いとかね、私もうほぼ見ることがないんですけれども、なんか星占いをね、やってほしいっていうか、その、取り上げてほしいっていうね、リクエストもあったので、また近々あげようかなと思っております。以上、今日は、 星の名前、七夕にちなんだ星の名前の紹介でした。えー、今回の動画が面白かった役に立ったっていう方はぜひ高評価ボタンをお願いします。SNS 等でシェア拡散していただけると嬉しいです。ではまたお会いしましょう。See you!